はいじゃあよろしくお願いします。えー、今回は高校受験対策の趣旨シ,シリーズ第80弾やっていきましょう。気づいたら80ですね。まあ、だいぶ、だいぶやってきたなって感じがしますが、えー、今回はね、問題9問ありますので、まず一回ね、動画止めていただいて、ぜひ時間を計りながらチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、皆さんにとって必要なところだけ、ぜひね、解説聞いてもらえたらと思います。いいかな では早速ね、まず一番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よっしゃ画面下げますので、お待ちください。い,いよ。もうちょい、これかな。八十か、まあ平均、まあ一。この動画で、まああれかな、九問としても、七百二十問か。いやー、そりゃ基礎固まるわって感じしますね。 よしゃまず1番から行きましょう。で、ここの気をつけなきゃいけないのは足し算と掛け算。まあ、この2つが入っているところ。何が気をつけるかっていうと、掛け算の方が先ですね。計算の順序のルールで。だから、まずマイナス3は置いておきましょう。で、マイナス4かける5をすると、マイナスとプラスの掛け算なので、答えはマイナス。で、4、5、20なんで、プラスマイナス20なんですけど、結局マイナス20と一緒なので、こうなります。 だからマイナス同士くっつけることになるのでマイナス23とつまり1番で気をつけるのは計算の順序ですとで2番でございますでまあいつもねよくこの割り算とか掛け算がこうがしかも3つあるバージョンの時は1個ずつやっても構わないですよって話はするんですが自分は一気にやっちゃうのが好きなので、ね、好きでどうやるかっていうと長い分数の棒を書きます で、今回、もともとは分数がいないので、えっ、ー、と、最初の、一番最初に登場していること、掛け算のすぐ後ろ。この二つの項が分数の上に乗ります。4xy かける 6y と。で、この項、割り算の後ろのこの 8x が分子、ん逆だわね。こっちが分母で、さっきのが分子になります。 こうなる。なんでかっていうと、割り算の後ろっていうのは、掛け算に直して逆数になるから、こうなるんですよね、これ。1分の 8x だったのが、ひっくり返って 8x 分の1になる。だから下に来ますよって。で、一気にまとめてしまって、ここから約分します。x 消しましょう。4と8で、4、1、あの、なるくなりますけど、ここは2が残ります。で、もう一回2と6でやると、3が残ると。 で、下はなくなって1ですね。全部なくなりました。上は y と3と y が残ってる。つまり、3が残ってて y が2つ残ってるから、3y2 乗でしたと。いいかな。まあこんな感じで。まあさっきも言ったみたいに1個数やって構わないけどね。で、次です。で、次はちょっと難しいやつなんですが、えまず、この問題。 で、一番ミスするパターンは何かっていうと、分数嫌だなと思って全体に2をかける。これミスです。はい。その2をかけた時点で絶対に正解にいけなくなります。でも、今までやってきた計算でね、いや、だって分数消すために2かけたことあるもんって思う方いると思うんですよ。で、ここで気をつけなきゃいけないのが、この3番は計算しなさいなんだよね。計算しなさいと方程式を解きなさいっていう2つ大きく分けてください。 皆さんわかります計算しなさいと方程式解きなさいの違いです。で、そもそも方程式何かっていうと、ちょっと同じの書こうか。2分の 4x-y-2x-3y ってあるじゃん。イコール 5! みたいな。で、これは方程式です。で、どこでわかるかっていうと、最初からイコールが与えられてるから。 自分で計算するためにはって書くんじゃなくて、イコールが最初からこう与えられてるのが方程式です。方程式。で、この場合は、全体に2をかけるっていう行為が許されます。なぜかっていうと、もともとイコールで、こっちと左辺と右辺が同じものですよって式が成り立ってる。だから、こっちがね、まあごちゃごちゃしてるけどさ、いくつになろうとも、全体に2をかける。まあ、ここにも2をかけるけど、かけて、 こっちにも2をかければ別に不公平じゃなくなるわけよ。じゃおかしくないから大丈夫なの。でも、これはさ、例えば、20かける、じゃあ4分の3を計算しようと思った時に、まあこれ約分できるから15ってできると思うんだけど、え、分数邪魔だから4かけますって言って、勝手に4かけたらさ、こうなったら数字変わっちゃうでしょ、答え。そもそも。計算しようと思ってる。 だから、イコールがもともとない方程式じゃなくて、計算しなさいって言われてるときは、こうやって勝手にかけちゃいけないの。もちろん勝手に割ってもいけない。いいかな。だから、これはかけるんじゃなくて、通分しに行きます。通分。で、ここは2分の。で、ここは、ないけど、まあ見えないけどね。1分のが載ってます。じゃ、それを考えて、全部2分ので通分する。2分のって。 でまぁ、あ、この子はね、何も変わらないから 4x-y になります。で、ここ、2をかけるからもちろん分子の上にも2をかける。そうすると X、4x-6y になりますね。2をかけたから。で、気をつけなきゃいけないのがこのマイナスです。マイナスッコになっているので、この子、分配法則で 4x にもマイナス 6y にもマイナスを配る。つまり符号が変わります。だから、マイナス 4x プラス 6y になります。で、これ、いい、と、いい感じになってて、4x 消えるんだよね、こうやって。だから、2分の5、えっと、y は5が残るから、2分の5。で、y は横に下ろしておきましょう。これ、2分の 5y で終了となります。この方程式、ね、あの、分数が邪魔だから2をかけていいよっていうパターンと、計算しなさい。 このパターンの、そのね、かけていいのか悪いのかっていうのは意外とちゃんと把握できてない。自分の口で説明することができない方は結構多いはずなので、こう気をつけてください。もったいないからね。では連立です。ちょっと久々かななんとなく。毎週撮ってますけど。で、これは X も Y も揃ってないので揃えに行きます。で、どっちを揃えるか、ま、だもだう好みだと思うけど、ちょっと X 揃えようかな。で、X 揃えるために5と2だから10にしたいんだよね。 ここの係数、くっついてる数を。つまり、上にまず2をかけます。2をかけると、下がギリ入るかな。あ、ここか、えるか。2をかけるから、10x、4に2をかけて8。で、忘れずに、ここにも2をかけます。18。で、これは連立方程式っていうのは、法律が、方程式が連立。2個つながってるから、連立方程式っていう。だから、方程式なの。だって、イコールあるから。で、イコールがある方程式だから、 全体に2をかけたりすることが許されるの。さっきみたいにね。で、こっち下は10に揃えるために5をかけます。だから5をかけるから、ここが10、ここが15、ここが25と変わります。で、10、10揃ったからね。引き算したらこう消える。引き算するから、ここもここも符号変わるからさ。7y イコールマイナス7となって、まず y が下入るか。OK。 え、y が7で割るとマイナス1と分かりました。で、あと x ですね。で、これちょっと元々の式消しちゃったからあれだけど、どっちにしよっか。まあ、下の式使うか。元々、あの問題に書いてあったの書きな、書くね。こうか。下の式。2x-3y イコール5を持ってきて、y のところにマイナス1代入します。代入したとき、マイナス3かけるだよ。かけるマイナス1。つまりここが、プラス3になります。プラス3。 で、3右に持ってくると、マイナス3に変わるから、2x イコール2になります。5-3ね。この子がこっち来て、5-3。で、x を両辺2で割ると、x イコール1となるので、x が1、y がマイナス1で、これで終了。で、いつもね、まあ、口うるさーく言ってますけど、連立方程式、実際の受験とか、もし出てきたら、もし出てきたらラッキー問題です。なぜかっていうと、正解かどうかが確認できるから。 で、どうやって確認するかっていうと、自分で導いた答えあるよね。それを、もともと書いてあった式ね。自分でいじった式じゃなくて、もともと問題文に書いてあった式に代入するんです。例えば2個やるとちょっと時間かかっちゃうから、あれだけど、じゃあさっきいじんなかった上の式。5x-4y イコール9か。こう書いてあったでしょ ?x のとこに1を入れると、5×1 で5。えっと、ここ、マイナス1入れると、マイナス 4× マイナス4だから、マイナス1だから、プラス4。 イコール9ってなるよね。これ、こっち9、こっち9で同じになったじゃん、ちゃんと。だからこれ OK なんですよ。で、上の式にも下の式にも同じことをして、ちゃんと左辺と右辺が同じ数字になったら、絶対に合ってるから、その答え。で確認ができる。もし、もし、どっちかの式、もしくは両方の式で一致しなかったら、計算ミスしてるから。そしたらもう一回やり直せばいいもんね。いいかな、覚えておいてください。なんでもって、次図形です、この子。 これね。で、これは有名なブーメラン型とかひじり型なんて呼ばれるやつなんですけど、これも特徴覚えちゃってください。すげえ楽だから。これ今 X ここね。えっと、このひじりまあブーメランね。尖ってる部分が3つあるよね。尖ってる。尖ってる。尖ってる。この尖ってるやつを3つ全部足すと、ここに集まってきます。つまり32足す45足す X が94なんです。これ覚えちゃってください。 証明できるんですけど、時間かかるから、今やんないからね。つまり、式を書けば、X プラス、まあ、32と45足しちゃおうか。77。これが、94になるよって。だから、これ、こっち持ってくれば、X イコール、えー、17か。17度。これで終了。これも覚えておきましょう。有名な形だからね。そして、6番。めっちゃ珍しいと思って。俺多分、受験、死守で有効数字見たの初めてじゃないかな。 今、中3なんですよね。確か、教科書。あの、俺が動画撮ってた時は中1だったんですけど、有効数字って。えー、ね、まあ、もしかしたらこの受験対策、見てる時にはまだ習ってない方もいるかもしれないんですが、有効数字というのがあります。で、今、12,700。この数字を、ほにゃららかけ1 0のほにゃらら乗って表してね、こう変えてねと言ってます。で、これは問題文よく読むとよくて、えっと、1、2、7。ここの3つの数字。 ここが有効数字になりますと。で、しかも、整数部分が一桁の数とって言ってます。ここ。整数の部分が一桁の数にしたいんです。で、有効数字表すときは基本的にこのスタイルで行くんですけど、どうやるかっていうと、これね、1から始まってるじゃん。だから、1点、ホニャララけ1 0のホニャララ乗って表します。有効数字表すと、基本的にはね、 で、今、127だけ使えって言ってるから、そのまま順番で、1.27×10 のホニャララ乗って表せばいいんです。1.27×10 のホニャララ乗。じゃあ、1.27に10を何回かければ、この12,700に戻るかなって考えるといい。まあ、これは別に10いくつかけるだけだから、できると思うけど、 なんかもしね、やりにくい方がいたら、これまあ、ごめん、小学生とかに教えるパターンの言い方なんで、なんか、ごめんね、あの、幼稚な考え方って思うかもしんないけど、これ、小数点あるじゃん。これさ、小数点を1個、2個、3個。で、3個って隙間のとこには0つくからね。4個ずらすと、ここに来るんですよ。12,700完成しますよね。つまり、小数点4回ずらせば12,700になります。4回ずらすっていうのは、10を4回かけてるんです。 ま、10の4乗って1万だからね。だから単純にま、1.27に1万かければいいじゃんって話なんだけど、もし <laughs>、ごめん、単位のこの変え方というかね、これがちょっとね、しっくり来なかったり不安な時がある時は、小数点のずれた数を数えれば、10何回かけてるってのが分かりやすいので、まあ、これでいいのかなと思います。ということで、答えとしては、あと言い分けなきゃだもんね。えー、あ、の部分に入るのが1。 で、2, でいのとこに入るのが4ですね。10の4乗の4です。こういうふうに表します。いやー珍しい <laughs>。よし、じゃあ次行きましょう。来ました。9です。あの、定期的にね、あの、いろんな都道府県の解いて9ねえかなって探してるんだけど、やっぱ出てくんのよ、9って、冬打ちでいつも言うけど忘れやすいからさ。で、今回はご丁寧に9の体積も表面積も両方出せと言われてます。公式ダブルで使ってね。 じゃあ行きましょう。まずもうこれ公式です。球の体積に関しては、3分の 4πr3 乗。r っていうのは半径です。で、表面積は 4πr2 乗。これは覚えましょう。球ね。3分の 4πr3 <laughs> 乗と 4πr2 乗です。で、まあ、そのまま半径は2って書いてくれてるので、まず、 え、体積いきます。えー、3分の 4π。2。r が今2だから、2か、二の3乗。2かける2かける2をするから8をきます。つまり、3分の 32π。体積だからね、立方センチメートル。下入りますか入ります。ギリギリ。ありがとうございます。えー、表面積参りましょう。公式通り 4π。で、こっちは r2 乗です。半径2回かけますんで、22が4となるから、 16π。で、面積だからね。平方センチメートルと。で、この3分の4と4って数。まあ、特に3分の4をね、4分の3って間違いやすいんだけど、まずそこ気をつけてほしいっていうところとえ、半径かける数。これをもしね、3乗だっけ、2乗だっけって分かんなくなったら、え体積と表面積の単位考えてください。表、体積は立方センチメートル。もし、単位がメートルだとしても、絶対立方は変わんないから。 体積って3でしょそこの3と同じです。半径かける数が。表面積はどこまで行っても面積です。だからメートルになっても平方メートルだし。だからここが2。同じ。表面積。半径かける数は単位を見れば間違えることはないのでそこで気をつけてみてもらえたらと思います。あと2問。行きましょう。次、確率ですね。え、赤玉3個、白玉2個がございます。もう有名な色玉問題。で、色玉の確率のポイントはただ一つです。 それは、名前を付ける。もうこれだけです。ちょっとめんどくさいんですけどね。でもこれが一番、うん、苦手な方には分かりやすいはず。で、どうやるかっていうと、今3個あるじゃん。赤3、白2。で、どれがどれか分からんくなっちゃうから、玉全部、5個に、入ってる。OK。A, B, C, D, E と名前を付けてしまえばいい。で、左から、まあ、どれでもいいけど、左から3つ、こいつらが赤ですよって。 で、こいつらが、えー、白かなだったそう。で、名前を付ける。で、あと樹形図書けばいいの。で、この色玉をね、今2回取り出すじゃないですか。で、気をつけなきゃいけないのは、1回取り出したものを戻してもう1回引くのか、戻さない。つまり1回こいつね、引いたものを、こいつは戻さないよって、戻さない状態で2回目引くよって、2パターンあるから、これ気をつけてね。で、今回問題読むと、その取り出したものを袋に戻してから、 もう一度弾を引くと言ってるので、樹形図が変わります。どう変わるかっていうと、あ、俺あの左側、樹形図の左側丸つける癖があるんで気にしないで。A から始まるとき、A があって、戻してるから、また A が入ってるでしょ。つまり、A、A のパターンがあります。で、あとは A、B、AC、A、D、A、E と、こうなる。つまり、戻さなかったときは A、A がないの。だって A 取ったら2回目 A 取れんから。いいで、2回、次。 B が始まった時は BA ですね。BB もあるね。戻してるから。で、こうなります。なんとなくわかるよね、もうね。これは全部 C から始まっても CA、CB、CC、CD、CE と。で、最後、D も E もある。全部書いてもいいです。全部書いてもいいんですけど、確率の問題ってやり方わかってれば確実に取れます。取れるけど、時間かかるんよね。で、これは時間をちょっと削減するというか、省略させるのをちょっとすべを覚えてほしくて、まず、これさ、 C の時も、D の時も、E の時も、枝が5個ずつ出るのはもうわかるよね。全部。だって ABCDE、e,、ABCDE、ABCDE だから。から全部で 5×5 で25本出てくるのはわかる。つまり、答えたい確率の分母が25になるのがわかったの、これで。で、あとは該当するものでしょ。で、今回探したいのは、えっ、ー、と、同じ色。同じ色を取り出す時なんだよ。で、今これ見ていくと、赤と白、色決めたから、 A 赤じゃん。赤赤取り出してるのって、こいつ色変えるか。赤赤は AAABAC だよね。このパターン。B の時もこいつ赤だから BABBBC になる。これ想像でいけると思う。C 赤じゃん。だから C も CACBCC になるなって思う。で、D はこいつ白なのよ。白の時は DA とかダメでしょ白赤だから。何がいいかって、 DD と DE の時だよね。この2個。E も同じです。ED と EE のこの2個だよなって。全部書かなくても想像でこれだよな、これだよなっていうのが分かるはず。それのが楽だよね。全部書くよりは。すごいちょっとなんだけど、多分これ書く書かないでもう1分、2分ぐらいは変わる気がする。あ、そんなにいかないかな。でも1分は変わる気がしてて。こういう細かいのが大事。いいかな。 で、話を戻すと、枝は、1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3個、該当したので、分子は13。いつも言うけど、確率は答えが出た時に、絶対に約分チェックをする。約分ね。ただ、今回25分の13は約分ができないので、これが答えになりますと。だから、つまり色、色玉が出てきた時は、こうやって玉、赤と白、あるけども、まあ、赤と青とかもあるけどさ。 一個ずつに名前をつけて、どれが赤、どれが白っていうのを分けた状態にして樹形図を書けば、交、えー、えを導けますので、こうやってやってください。で、ラスト、関数です。えー、y コール ax 二乗。まあ、二乗ってくっついてるから、このね、えー、下にとつ、こういうカーブか、こっち、上にとつっていう、このカーブ、どっちかなんだよ。で、x の変域、y の変域が書いてあります。で、ここで、まず大事なのは、 これを見たときに、上と下どっちっていうのが分かってほしい。まず y コール ax って言ってるから分かんないもんね。a がプラスならこの上になるし。下カーブのね、y。えっと、a がマイナスならこっちになるし。どっちだっていう。で、これ結論から言うと下です。こうなる。上にとつの下カーブになります。さあなんでか。それは y の変域を見ます。 y の変域今、y の変域青じゃないよ、赤だわ。ごめん。y の変域が、マイナス36から0と書かれています。こうやってね。つまり、y は一番大きくても0しか取らん。で、あとはマイナスを取りますよって言ってるの。マイナス36が一番下って言ってるから。で、もし、上に書いちゃったら、二次関数、マイナス取れないからね。だから、マイナスを取ってる時点で下決定なんだよ、y が。 もし y が0からプラム、プラスしか取ってなかったら上決定ね。まああと下に取すの。上のこのカーブが決定します。そこで判断する。で、あともこれが分かれば余裕です。どうやるかっていうと、まず x が -2 から3って書いてあるよね。で、x が -2 と3をまず置きます。まあ大体でいいです。マイナス2。三3の方が離れてるからこの辺にしようか。3ってする。で、今回はず、えっと、関数が下にあるので、打ち下げます。 俺くん、打ち上げ花火とか打ち下げ花火って答えを使うって言葉を使っちゃうんだけど、打ち下げてぐるぐるってやって。シャーペンでいいから。ぐるぐるって。で、今何やってるかっていうと、マイナス2から3って言ってるから、この間のこの部分しか考えねえぞって言ってんの。もし分かりにくかったら消しゴムで消してもいい。ちょっと本番はね、時間かかるからあれだけど。こうやって。つまり、ここしか考えてねえよって。で、あとは、y がマイナス36から0なのよ。これはね、 この今赤で塗ったところ、この関数の一番高いところが0。高,高さだよ、高さ。高いところが0。一番低いところがマイナス36って言ってます。で、一番高いのはさ、どう見ても山のてっぺん、ここだよね。それは0だよ。0取ってる。一番低いのどこって、ここじゃなくてこっちだよね。低いのは。こっちの方が低いから。つまり、ここの Y 座標がマイナス36っていうのが、この、 関東へ、変域しか書いてなかったものが関数の中に書けましたと。で、これをなんでやったかっていうと、こう書くことによって、ここはわかんない。ここがね。ここハテナだから。でもこっちはさ、X 座標が3、Y 座標がマイナス36ってことで、座標がわかるのよ、こうやって。3のマイナス36って。じゃあ、これわかったから y、Y イコール AX2 乗に代入しちゃえばいいじゃんって。Y のとこにマイナス36。 A のとこに3を代入すれば3の2乗だから 9a 両辺9で割れば a イコールマイナス4となってこれで終了となります。いいかなこんな感じでぜひねやってみてください。 では、ちょっとね、長くなってしまったかもしれませんが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。で、次回はですね、ついに81です。81って言われて、えって思う方もいるかもしれないですけど、個人的にちょっとね、あの、特別な思いがある数字なので、少しね、いつもと仕様の違う、えっ、ー、と、詩集を来週ね、投稿しようと思っておりますので、よかったらね、そちらの方もぜひね、使ってみてください。では、今回の授業はこれで終わりたいと思います。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それじゃあ、またね